インマスカットのタルトの土台を作りたいと思います。これまずシュクレです。 150g ぐらいこちらのタルト型に敷き詰めていきます。昔勤めたところはパイ専門の職人さんがいて、パイ専門のこうよく冷房が効いた部屋で仕事をするんですけど、夏はやっぱり室温が上がるらしくて作業時間にいねえなと思ったら、あの冷凍庫の中に入ってやってましたね。あまりにも暑すぎて。パイルームが生地が綿棒とかにくっついてきてしまうな。温度が上がってベタベタになるっていうのなので、まず室温と、あとこういう器具をもしあれだったら冷蔵庫に入れて冷やすとか、生地を触る回数を少なくするとかですかね。あと、もし生地がベタベタになってしまうようだったら氷水手元に置いて、で手突っ込んで冷やして、どうしようもない時はそういう風に夏とか自分の手をもう氷水で冷やして、よくタオルで水気を取って、でそれでからこう生地を触ったりとかしてましたね。ではタルトの中身のアーモンドクリームを絞り込んで焼いていきたいんですが、このアーモンドクリーム久しぶりの登場です。でカスタードクリームを入れてフランジパーヌっていう名前のクリームにしてタルトに敷き込んで焼きます。このまま混ぜてもつぶつぶになっちゃうので、じゃあここでフォークでピケをしていきます。まああの焼いてる時にこう裏から空気が入って膨らんで、こう巣が入らないようにっていうのと、まああと火の通りが良くなるっていう効果があるので、こうピケをします。でパタパタさせてちょっと空気を入れます。あんま入れると手熱でトロトロになってしまうので、適量を入れて 270g ぐらい。で11番のマルチ紙です。外側から
ぐる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 。70ぐらい。鉄板で釜は180-180の下3上1でとりあえず15分。合計で25分こんな感じです。で、下点をここで抜きます。下の生地を焼きたいので下点抜いて、上と時間的に合うように焼き色を同じにしたいと思います。はい、で、また10分。これで35分です。ちょっと出して、結構膨らんできたので、ここでちょっと押さえます。空気を抜きます。上の色と下の色を同じに焼ければいいんですけど、ちょっと10分じゃ多いんで8で。で、49分だかな。あとはこう仕上げ焼きみたいな感じで、もうちょっとこう色を濃くして、まあ、表面いい色になったら今度裏側が焼けてるかどうかをチェックしながらさらに焼いていきます。で、これで5分で焼いてみましょう。おー、いい感じだ。そう、裏、あちちちちちちこさえぐらい手袋してなかったわ。で、ちょっと裏の焼き色を見てみたい。お、まあ綺麗だけど、もう一息ってとこかな。だいたい上と同じぐらいな焼き色なんで、もう少し焼き込みたいと思います。そうさの、どこにしとくか。これでじゃあ一回イボイボがこう黒く、で周りもこうこんがり焼けているような感じで、サイドも綺麗に焼けてます。くぼみがこう白っちゃけてるとなまってたりするので、もう少し焼こうかな。ああ、もうちょっと焼こう。やっぱりしっかり焼いた方が美味しいので、まあこんなもんでいいっしょ。これで一旦冷まして、でラップして冷凍かけられるので、使う分だけ室温でまた戻して、上にクリーム絞ったりして好きなフルーツを飾れば、まあ美味しいタルトができます。先日焼いたタルトの土台を使って、シャインマスカットのタルト、レアチーズ仕立てで作ってみたいと思います。フランジパーヌっていう
って名前のクリームに変わってますけど、特徴を教えてください。アーモンドクリームだけの時よりコクが出て、なおかつしっとりする感じですかね。焼くのがちょっと水分が多くなるんで手間がかかりますけど、間にタルトだけだとちょっとパサパサするんで、ガサ揚げとあと食感を変えるためにジェノワーズになります。切れっぱしでも何でもいいのであれば、内丸よりちっちゃく抜いたものを2枚用意してます。カスタードクリーム、それとあったかいところに置いて柔らかくしたクリームチーズです。オーブンの上に置いて柔らかくしてあります。それとシャンティですね、加糖してあります。甘いクリーム、生クリームです。仕込み用でレモンシロップ2対1、1の方がレモンジュースで2の方がガムシロップです。ブラックのシャインマスカットになります。種を今抜いて半割りにしてあります。まずじゃあタルトの土台から。このままだと、まあ、パサパサはしてないけど、シロップを打つことによってさらにこうしっとりさせて、軽くでいいです。あんまジャブジャブ打つと時間が経つとベタベタになるので、じゃあクリームを作っていきましょう。グラムがどんくらい使うかわからないのでちょっと多めの設定になってます。クリームチーズ 200g ですね。1台につき 100g 計算になってます。で滑らかにいきます。でここで酸味を、レモンジュースを少々ですね、まあ、お好みで。で滑らかになったところで次にカスタードクリーム、これは 100g でチーズの半分量。普通のレアチーズケーキを作るんだったらここでアングレーズを炊いて、卵黄と牛乳とゼラチンでアングレーズソースをこう作って、それとクリームチーズと生クリームを合わせるとレアチーズケーキのアパレイユができるっていう寸法なんですけど、タルトなんでその手間を飛ばしてカスタードとクリームチーズを混ぜて同じような味にします。でゼラチンも入れないでチーズが固まる力だけでするっていう。カスタードクリームもバターが入ってるんでこれも冷やすと固まるので、2対1の割合で今1の方がカスタードです。シャンティを軽く立てて、まあ、並ぶぐらいの硬さにしたものを100ぐらい入れてみましょう。こんなもんかな、150に。美味しい。タルトの上に今回は11番のマルチガネで、
表面をコーティングしていきます。これが中重ですね。で今無色なんで、これ黄緑色、色が強いの。表面の保護、ブドウってやっぱり断面が茶色く変色するんで、リンゴとかああいうフルーツみたいに、なのでそれをなるだけ目立たさせないように着色して、少しでもこうフレッシュな色に見えるようにお化粧みたいなもんかな。まああと味全体的に甘さ控えめになってるんで、最後に甘いのをちょっとかけてやらないと引き締まらないかな。早速出来立てを、バラバラだとなんてことはないパーツなんですけど、全部合わさってはどんな味になるかっていう想像もつかない。このナパージュ、シャンティ、フロマージュクリーム、ジェノワーズ、タルトとシトロンのシロップ、贅沢な味です。あ、甘さどうでしたか？ちょうどいいかな、僕にはちょうどいい。チーズのこう酸味もレモンのあの酸味も感じられるんで、甘すぎるとこう甘いのが先くるから。じゃあ砂糖入れなくて、チーズには正解と。そうですね、甘さ的にはちょうどいいかもしれないです、この量だと。これは他のフルーツに変えても、季節のフルーツで作ってもいいかと思います。まあ、あのネクタリンとかああいうちょっとこうシャクシャクした酸っぱいフルーツが合いそうです。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。